キックボクシングジムさんがきっかけなんですか。一応、まあ、そうなんですよ。マジで。マムジムさんジムさんへのあれなんですけど、ジムさんから電話来て、はい、なんかボクシングと、はい、あのラップのフリースタイルバトル、MC バトルを、はい、両方やって決着つける大会を今やりたいと思って、はい、で、まず選手探してるんだけど、はい、どう、はい、言葉ともう本当にその格闘技両方やるって言われて、みたいな、それ絶対二つ返事もできないですよ、はい、考えて、はい、いやまあ何か言われたらなんかこれもう挑戦状みたいな感じなんだもんな、うん、そういう感じ受けたんですね。あ、はい、一緒みたいな、できないとは言いたくない、言いたくない、よし、じゃあジム通ってちょっと自分で、あ、もうこれは出れるって思ったら OK します。なんでもうちょっと通っといていいかって、それは構わない、構わないですよ、フィニッシングで話して、そんなやる気だったらとりあえず自由にやってもらえれば、エントリーでいいのかなみたいな、うん、分かりました、その時はもうエントリーしてください。誰決まってんすか。誰も決まってない。マジで。もう難しいですよね。でも両方っていうのが格闘技やってたやつで、ちょっとこれ考えてるから、ちょっと誰かしら評価を受けるんだろうみたいな。で、ジム探してて、最初ボクシングのジム探したの。はい。したらもうボクシングのジムがもうタトゥー見た瞬間、いやいやみたいな。うん、言われて、そこがそういうジムだったのかわかんないけど。なんかボクシングはもう完全にダメだった。そうなんだよ、うん、によるって、で、じゃあどうすればいいの、ボクシングで、僕いろんなとこ連絡して、で、今のジムに電話した時にタトゥー入ってます、大丈夫ですか、それ分かる、めんどくさいですもんね、言ったら、全然平気ですよって言われて、ここじゃんと思って、で、2ヶ月、3ヶ月やり始めて、10年もやるじゃないですか。そしたら、13から連絡して、ちゃんと言われたのか、なんかとにかく話が決まらない、そんな感じですけど、なんかちょっとまだね、連載がいいですよね、なんか、ずる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 。で、実現することなくみたいな。で、そしたらそのうちなんかこう俺もやってるうちに、まあ、ジムでチームみたいなのが入るようになって、ぜひどうっていうことで練習チーム、でみんな練習してるうちにみんなが試合出る試合出るとかって話になってて、すっげえな試合とかって、試合マジこれって。で俺結構最初の方からあのマススパー、はい、本気でやらないスパー、はい、まあ、もうその企画があるってなんかでやらないと本当にダメなんて言ってるので、はい、マススパーはもう一応やりまくってたんですよ、そうから、はい、でそこでやっぱり練習と全然違うみたいなってで、まあ、チーム入るようになってみんなが試合出るっていうので最後に出る人もいるからって、いやずっと断ってたんですけど、なんか結構やっぱ自分よりも年上の人とかが出るんですよね、そうですよね、自分の4つ上とか8つ上とか一番上とかは出るって言いましたね。何これ、皆さんナイスミドル、ナイスミドルです、ナイスミドルじゃないのが出るって言ってますけど、いやちょっとテンションしか出ないじゃん、俺もだってみんなはこんなに頑張ってて、ね、俺だけ出ないとおかしいんだよ、マジでみんなで練習だで、エンタの練習して出る、そうだからきっかけはそれだったかもしれないですけど、まあ、昔はあのちょこちょこ空手やってみたりボクシングやってみたりやってはいたんですよ、初めてじゃなかった、初めてじゃなかった、ただなんかやっぱりすごく長い期間やったっていうのがなくて続けてなかったんで、で、今、キックボクシング、もうちょっとね、2年ぐらいになるのかな、トータルで。まだまだ本当に、
あの行けないときは週1回しか行けないときもあるし、はい、試合前じゃないとガーって行かないときって、はい、やっぱ自分の中で甘い癖はあるんですけど、でもなんか続けられてるんで、だから煽りの動画とか超見ちゃったっすね。中さんないと思ってるみたいな、もうアドバイスしてるみたいな、もうなんかやっぱせっかくだから、中さんもそうだな、格闘技出てて、そういう意味では先駆者じゃないですか、はい、ヒップホップの業界、ラップやってるっていう人の中で、はい、試合に出てるっていう人がなかなかいない中で、はい、シュンさん出てるってことだったんで、はい、出てる人に伝えるみたいなのとかって、はい、まあ、まあ、ヒップホップだし、はい、いいかなと、はい、ミリアルコーが上がりましたよ、もうビット持ってるみたいな入場曲も自分の曲をいいっすよ、かけて本当こう入場してって、ちゃんと観覧できたんで、あれどこなんですか、あれが、新宿のフェイスです、フェイス、フェイス、超立派ですよね、そう、本当にね、いいイベントだなと思いました。ちゃんとしたなんか紹介とかもなんかみんなキャラ作りして作ったりとかして、ね、うん、まあ、一つこう夢っていうか、まあ、そういうのが叶った感じがしましたね。やってみたかったことが、自分の曲で入場して戦うっていうのをやってみたかったからね、うん、気持ちの張りが違いそうですもんね、もうちょっと、もう出ないですか、いや、なんかやっぱり試合が決まんないと、自分がジムをダラ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 言ってる感じがすごい嫌なんで、はい、来年やっぱ出ようかなと思って、あー、いいっすね、今年はちょっともう、さすがに、まあ、またナイスミドルに、ナイスミドルかな、それかなんか別に地下格闘技みたいなのもいいっすけどね、すごいっすね、地下格闘技はまたそういうね、イベントすらもうやれるようになったら面白いですけどね、そうっすね、やり方があるのが多かったりとか、そういうちゃんとした立場になって、はいはい、それこそその始めたきっかけにつながるという、いやちょっと俺がやっちまうんだよ、ラップやっちゃう子も出てきちゃうみたいな、はあ、それなら俺やっちまうんだよ一緒にやってくださいよそういうねんだったら俺やっちまうぞみたいな3回ぐらい使っちゃうの、3回ぐらいもうおさんがやんないやつも誘っちまうぞ追い込みはどのぐらいかけたの、1ヶ月前ぐらいかな、まあ普通ですみたいなこと言われて、みんな練習どうしてるんですか、いや、どう、普通やりますそのまんまって言われて、4人ですか、あ、もうそのままやったっすね、4つなんですか、はい、って言ったのに、それはそうだったっすね、めちゃいなぁと思うのできないよまあ俺らラッパーなんでね、あのスパーとかっていうのはどうなのか思いますけど、でもなんかちょっとしたところに差し込むみたいな感じでやるのはいいかもしれない、はい、なんかそれがメインとかじゃなくて、はい、マススパーぐらいで、お出会わせ、はい、よろしくお願いします。格闘技やってて、まあ、ヒップホップに興味ある人とかね、そうですね、まあ、本当に怒られる形になっちゃうかもしれないですけど、はい、なんか、はい、コラボとかね、今、有名な人たちって、自分喧嘩売るぐらいじゃないですか、自分がそうですよね。絶対絶対僕に行くじゃないですか。じゃあまあ怒られても俺らとしては調子はいいんですよ。はい、何だよ。路上の伝説って俺何だよ。多分俺ら 2-1 でやっても怒られるじゃないですか。絶対怒られるじゃないですか。それでも全然ですか、全然じゃないですか。それでも多分面白い企画になります、ね。そうですね。2-1。はい